アスワ神社は、福井県福井市アスワに鎮座する神社である。式内者、旧建者、慶大天皇、生精神、福井神、綱長井神、アスナミ神、ナミき神が祀られる。神徳は次の通り。生精神、福井神、綱長井神はいずれも井戸の神、水の神である。太陽、月、北極星の文様を組み合わせた門。北極星は、 天皇の象徴、太陽と月は命と力の源を意味すると言われている。全国でも三者しかないもん。慶大天皇が王と大御子として越前にいた時、大宮地の霊を祀ったという。大宮地の霊とは、宮中の座間御座の神であり、明日我が身はその一座である。崩災した後、越後平野の治水工事を起こし、即位して山和に登るときに、 自分の活霊も祭り、祭事を、枕王女に託した。延暦10年4月、15位下に著され、忍寿元年正月、14位下が加えられ、演技の性において勝者に劣せられ、天行3年正月には、13位、上略4年にこの神を怪我すたたりがあったとして、写真に中払いが課せられた。なお、国内新名町である、越前国総新聞には、 小一安和大名人と記載される。鎌倉時代以後、武家からの数形が厚く、領主の朝倉氏などが車両を、記した。江戸時代に、福井藩主越前松平家代々の尊親が、信仰であった。光明天皇並びに、任工天皇から、大宮地という神筆の学児を賜り、旧国宝に指定されていたが、太平洋戦争により消失した。安は神社にある、 しだれ桜社殿前にあり、古くから、アスワさんのしだれ桜として親しまれてきた。樹齢370年とされ春には、多くの人が訪れる。1900年京南の大火で焼けたが、その後改正して、高さ6メートルの大木に育った。1970年に、福井市が天然記念物に指定した。正面参道の真ん中にあり、しだれ桜と共に古くから知られている。 高さ14メートル。境内にあった、新宝神社の由来碑。明治23年の建立。新宝神社は、明治天皇即位に参列した福井藩士、百合木美政が、菓死された祭起を、お玉城として、天照大臣を祀ったもので、明治4年に、百合邸内から、阿蘇和神社内に移された。阿蘇和神社天上無休碑分政元年に神社が、木田の大化により被災し、 同三年藩主、松平春吉により再建された。その後、文政四年、松塚即安の発起によって奉納されたもの。正面に和歌、右側面に、慶大天皇記、裏面に、明日は神社略演技、左側面に、松塚即安発起文政四年、かの富み冬十月、再建枕館の自然法を遊んだいと刻まれている。明日は神社小灯籠元六十四年に、 松原院、第八世、神王等が海岸同士となり、日立国神壁軍、小栗町下立の新誉れ神入りが混流した。母提社六地蔵とも呼ばれる。六角石の上部は地蔵の彫刻で、中央に六角形の木製車輪があり、これを回転させると災難から免れるという。有楽寺は、もともと朝倉一条谷にあり、朝倉滅亡の後、 柴田勝家により、阿蘇山に移され、あたこ山裏くじとなり、別島松原因を建立した。明治三年神仏分離の最小スクイーンと合併、あたこ神社となったが、明治三十三年の大火で全焼した。阿蘇は神社六地蔵法等分政十三年に、慶大天皇宝御千三百年を記念新芝町の、不祥等が建立したもの。正面に、阿蘇の人 左側面から裏面、右側面にかけてこの時の由来が刻まれている。アスワ神社アスワ空飛、ふるさとの思い出写真集、明治大正昭和福井、アスワ地区の昔、今、越前祖神アスワ神社演技、アスワの昔物語集、P195、アスワ山の、主な史跡と墓秘跡、福井の歴史遺産昭和24年10月13日文部省。 国時代178号により指定解除2コマ目。越前祖神阿ワ神社演技。歴史の見える。ちづくり協会開放 P5。阿ワの昔物語集。P196. 越前祖神阿ワ神社演技。ABCD 福井市立郷土歴史博物館。阿蘇山の主な史跡と墓筆跡。福井市立郷土歴史博物館。1988. 坂上説。 あたごの末言、小水庵、1930、福井県大百科事典。ありがとうございます。